はい、どうも、スバターナノメン。あのね、まあ、実家にね、置いてきたこのスッポンがね、最近巨食症になってたんだけどね、またね、餌をパクパク繰り出しましたね。うん。あの、水槽をね、この相当大きくしたんでね、うん。一時ペットショップに、じゃね、あの、動物病院にね、持ってったんだけどね、あの、巨食症になっちゃうとね、そのまま食わないで死んじゃう場合があるんだって、あの、なんかね、まあ、スッポンじゃないんだけど、蛇で、全く餌を食わなくなっちゃった巨食症の蛇を連れてきた患者さんがいたんだって。うん。でもなんか、最後まで食わなかったらしいんだよ。死ぬまで蛇が。うん。で、あのね、爬虫類ってね、あの、巨食症になったら結構やばいらしくて。うん、だから、下手したらそのままもう餌を食べずにね、死んじゃう場合もありますよって、まあ言われてさ、うん、なんとかその生餌とかもあげたんだけど、まあ全然食べなくってさ。うんで、なんかこのね、水槽大きくしたらね、また食い出したんだよ、これ。うん、まあ、あの、だから 1.5 倍にしたんだけど、水槽の大きさを。そしたら、まあ、いつもね、これを食べるんだけど、これ。うん。まあ、これが一番栄養バランスがね、うん、良くて、まあ、いいと思うんだけど。うん。元気になって良かったな。まあ、まだ油断はね、許されない。うん。あの、ほんと2週間ぐらい食わなかったんだよ。まあ、スッポンってね、1ヶ月ぐらい食わなくても平気らしいんだけど、うん、まあ、心配だったよね。まあ、余談は許されないね。うん。あと、最後なんだろう、咳、なんだな、血便するんだけど、やっぱそれストレスらしいんだよね。どうやら。うん、そもそもあの、ね、これでも狭いからね。うん。この大きさだったら多分池で飼わなきゃダメかもしんないよね。あの、親戚のおじさんがね、池を持っててさ、あの、鯉とか亀とか飼ってんだけどさ、もしこの子が本当あの、死んじゃうぐらい、あの、ご飯食べないわ、あの、ストレスで血便が出たら、まあ、最悪、そのおじさんの池にさ、池で飼おうかなと思ってんだけど、まあ、なるべく俺で飼ってあげたいよね。うん。あんまね、やっぱ一応飼ったら最後まで面倒見るのが俺のね、流儀だからね。うん。ただあのね、ほんとね、死んじゃうのかなーってちょっと思っててさ、心配してたんだけどね。うん。まあ、とりあえずね、俺が今住んでる、まあ、アパートの方にね、こいつをま、輸送します。はい、ちょっとね、何まだ肉寿司をしてなくて持ってこれなかったんだけど、うん。ただ今環境を変えるのも良くねえのかなと思ってね。うん、ちょっとその辺心配なんだよね。うん。またご飯をね、その場所が変わってさ、食べなくなったら嫌だなと思ってさ、うん。あと旅行行くからさ、なんだ、近々かってそのゴールデンウィーク中に旅行行くから、あともう数日だけその実家におとこうかな。うん。ちょっとこれ北朝鮮行くんでね。北朝鮮。うん、北朝鮮大好きなんで。はい、ということでね、スバターでした。うん。まだ余談、ほんと、まだ余談許されない。うん。まだ全然安心できないんだよね、このスポンちゃん。うん。ほんとにね、このまま、元気になってくれればいいけど。こんだけでかくしたんだもんな、水槽。じゃ前の水槽はこっちね。これから、こうなりましたっていうね。はい。というわけでね、スバターでした。バイバイ。